創世記第一章はじめに神が天と地を創造した地は防爆として何もなかった闇が大水の上にあり神の霊が水の上を動いていた神は仰せられた 光があれ、すると光があった神は光を見てよしとされた神は光と闇とを区別された神は光を昼と名付け闇を夜と名付けられた夕があり朝があった第一日 神は仰せられた。大空が水の真っただ中にあれ。水と水との間に区別があれ。神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された。そのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり。 朝があった。第二日。神は仰せられた。天の下の水がひとところにあつまれ、乾いたところがあらわれよ。そのようになった。神は乾いたところを地と名づけ、水のあつまったところを海と名づけられた。 神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草やその中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従って。 またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた神はそれを見てよしとされた「夕があり朝があった」第3「第三日神は仰せられた光るものが天の大空にあって昼と夜とを区別せよ印のため 季節のため日のため年のためにあれまた天の大空で光るものとなり地上を照らせそのようになった神は二つの大きな光るものを作られた大きい方の光るものには昼を司らせ小さい方の光るものには 夜を司どらせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神はそれを見てよしとされた。夕があり、朝があった。 4日神は仰せられた水には生き物が群がれ鳥が地の上天の大空を飛べ神は海の居住と種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。 神はそれを見てよしとされた。神はそれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ。海の水に満ちよ。また鳥は地に増えよ。夕があり、朝があった。第五日。神は仰せられた。地が種類に従って、 生き物を生ぜよ、家畜や革物野の獣を種類に従ってそのようになった神は種類に従って野の獣を種類に従って家畜を種類に従って地のすべての羽うも物を作られた神はそれを見てよしとされた神は仰せられた さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、 男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ。 私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので命の息のある者の,のために食物としてすべての緑の草を与える。 そのようになった。神はお作りになったすべてのものを見られたみよそれは非常によかった夕があり朝があった第六日 2> 第二章こうして天と地とそのすべての万章が完成された。 神は第七日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第七日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。 これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の干木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。 ただ水がちから湧き出て土地の全面を潤していた神である主は土地の塵で人を形作りその花に命の息を吹き込まれたそこで人は生き物となった神である主は東の方、エデンにそのを設け そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのによい全ての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がこの園を潤すため。 エデンから出ておりそこから分かれて4つの源となっていた第一のものの名はピションそれはハビラの全土をめぐって流れるそこには金があったその地の金は良質でまたそこにはベドラ派とシマメノオもあった 第二の川の名はギホン。それは、クシュの全土をめぐって流れる。第三の川の名はティグリス。それは、アシュルの東を流れる。第四の川。それは、ユーフラテスである。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、 またそこを守らせた。神である死は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。神である死は仰せられた。 人が一人でいるのはよくない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主は、土からあらゆる野の獣と、あらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために、人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆、 そそれがその名となった。人は全ての家畜空の鳥野の,のあらゆる獣に名をつけたしかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった神である死は深い眠りをその人に下されたので彼は眠ったそして彼のあばら骨の一つを取り そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これは 男から取られたのだからそれゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一体となるのである人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった第三章 さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちでヘビが一番狡猾であった。ヘビは女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか女はヘビに言った。私たちは 園にある木の実を食べてよいのです。しかし、園の中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ。と仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。 あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は、まことに食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその気はいかにも好ましかった。 それで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたこのようにして二人の目は開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったそよ風の吹く頃 彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いたそれで人とその妻は神である主の見顔を避けて園の木の間に身を隠した神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた「あなたはどこにいるのか?」。彼は答えた。 私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれた この女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。神である主は蛇に仰せられた。 お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、 お前は彼のかかとにかみつく。女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いにます。あなたは苦しんでこう産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが彼はあなたを支配することになる。また人に仰せられた。 あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは 顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。さて、人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。 神である主は、アダムとその妻のために、川の衣を作り、彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は、我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今、彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。 そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。 第四章人はその妻エヴァを知った彼女は身ごもってカインを産み私は主によって一人の男子を得たと言った彼女はそれからまた弟アベルを産んだアベルは羊を飼う者となりカインは土を耕す者となった ある時期になって、カインは地の作物から、主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊のウイゴの中から、それも最上のものを持ってきた。主は、アベルとその捧げ物とに目を止められた。だが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。 それでカインはひどく怒り顔を伏せたそこで主はカインに仰せられたなぜあなたは憤っているのかなぜ顔を伏せているのかあなたが正しく行ったのであれば受け入れられるただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せして あなたを恋しだがあなたはそれを治めるべきであるしかしカインは弟アベルに話しかけた「野に行こうではないか」そして二人が野にいた時カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した主はカインに「 あなたの弟、アベルはどこにいるのか、と問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け。あなたの弟の血が、 その土地から私に叫んでいる今やあなたはその土地に呪われているその土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けたそれであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の戸川大きすぎて担いきれません。あああなたは今日私をこの土地から追い出されたので私はあなたの御顔から隠れ地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。 それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は七倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印を下さった。 それでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いたカインはその妻を知った彼女は身ごもりエノクを生んだカインは町を建てていたので自分のこの名にちなんでその町にエノクという名をつけたエノクにはけた イラデにはメフヤエルが生まれメフヤエルにはメトシャエルが生まれメトシャエルにはレメクが生まれたレメクは2人の妻をめとった1人の名はアダ他の1人の名はチラであったアダはヤバルを産んだヤバルは天幕に住む者 家畜を飼う者の先祖となったその弟の名はユバルであった彼は建て事と笛を巧みにそうするすべての者の先祖となったチラもまたトバル・カインを生んだ彼は聖堂と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であったトバル・カインの妹は ナーまであったさてレメクはその妻たちに言った「アダとツィラよ私の声を聞け」「レメクの妻たちよ私の言うことに耳を傾けよ私の受けた傷のためには一人の人を私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した」 カインに七倍の復讐があればレメクには七十七倍アダムはさらにその妻を知った彼女は男の子を産みその子をセツと名付けていったカインがアベルを殺したので彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから 節にもままたた。男の子が生まれた彼はその子をエノシュと名付けたその時人々は主のミナによって祈ることを始めたレメクは182年生きて一人の男の子を産んだ彼はその子をノアと名付けていった種がこの地を呪われた故に 私たちは働き、この手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。レメクはノアを産んで後、595年生き、息子娘たちを産んだ。レメクの一生は777年であった。こうして彼は死んだ。 ノアが五百歳になった時ノアはセムハムヤペテを生んだ第七章主はノアに仰せられた「あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい」「あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである」 あなたはすべてのきよい動物の中からオスとメス七つがいずつきよくない動物の中からオスとメスひとつがいずつまた空の鳥の中からもオスとメス七つがいずつをとりなさいそれはその種類が全地の表で生き残るためであるそれはあと七日たつと 私は地の上に四十日四十夜雨を降らせ私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。ノアはすべて主が命じられた通りにした。大洪水が起こり大水が地の上にあったとき、ノアは六百歳であった。ノアは 自分の息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と一緒に、大洪水の大水を避けるために、箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、血を這うすべてのものの中から、神がノアに命じられた通り、オスとメス、二匹ずつが、箱舟の中のノアのところに入ってきた。 それから七日たって大洪水の大水が地の上に起こった。ノアの生涯の六百年目の第二の月の十七日その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け天の水門が開かれた。そして大雨は四十日四十夜地の上に降った。 ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちセムハムヤペテまたノアの妻と息子たちの三人の妻と一緒に箱舟に入った。彼らと一緒にあらゆる種類の獣あらゆる種類の家畜あらゆる種類の血をはうもの、あらゆる種類の鳥翼のあるすべてのものが皆入った。 こうして命の息のあるすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであって神がノアに命じられたとおりであったそれから主は彼の後ろの戸を閉ざされたそれから大洪水が40日間 地の上にあった水かさが増していき箱舟を押し上げたのでそれは地からうかび上がった水はみなぎり地の上に大いに増し箱舟は水面を漂った水はいよいよ地の上に増し加わり天の下にあるどの高い山々も全て覆われた。 水はその上さらに十五キビと増し加わったので山々は覆われてしまった。こうして地の上を動いていたすべての肉なるものは鳥も家畜も獣も地に群生するすべてのものもまたすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので乾いた地の上にいたものは皆死んだ。 こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ、動物、はうもの、空の鳥にたるまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただ、ノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。水は百五十日間、地の上に増え続けた。 第八章神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられたそれで神が地の上に風を吹き過ぎさせると水は引き始めたまた大いなる水の源と天の水門が閉ざされ 天からの大雨がとどめられたそして水は次第に力からいていった水は150日の終わりに減りはじめは舟ぶは第七7の月の17日にあららての山の上にとどまった水は第十10の月までますます減り続け第十10の月の1日に 山々の頂が現れた40日の終わりになってノアは自分の作った箱舟の窓を開きカラスを放ったするとそれは水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていたまた彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために 鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので箱舟の彼のもとに帰ってきた水が全地の表にあったからである彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ箱舟の自分のところに入れたそれからなお七日待って再び鳩を 箱舟から放った鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきたすると見よむしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないかそれでノアは水が力引いたのを知ったそれからなお7日待って彼は鳩を放った 鳩はもう彼のところに戻ってこなかったノアの生涯の第601年の第一の月の一日になって水は地上から乾き始めたノアが箱舟の覆いを取り去って眺めるとみよ地の表は乾いていた第二の月の 二十七日、地は乾ききったそこで神はノアに告げて仰せられたあなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさいあなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物すなわち鳥や家畜や 地を這うすべてのものを、あなたと一緒に連れ出しなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは、息子たちや、彼の妻や、息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、 全て地の上を動くものはおのおのその種類に従って箱舟から出てきたノアは主のために祭壇を築き全ての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた主はそのなだめの香りを嗅がれ 死は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思いはかることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。地の続く限り、 種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とはやむことはない。第九章。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。梅めよ、増えよ、地に道よ。野の獣。 空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚。これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。 しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。 人の血を流すものは人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は産めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ、私は、 私の契約を立てよう、あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、また、あなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私は、 あなた方と契約を立てるすべて憎なるものはもはや大洪水の水では断ち切られないもはや大洪水が地を滅ぼすようなことはないさらに神は仰せられた私とあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に私が よよ永遠にわたって結ぶ契約のしるしはこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約のしるしとなる。私が地の上に雲を起こすとき虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方との間。 およびすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき私はそれを見て神とすべての生き物地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思いだそう。 こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印である。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この三人がノアの息子で彼らから 全世界の民は別れ出たさてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であったノアはブドウ酒を飲んで酔い天幕の中で裸になっていたカナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げたそれで セムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ後ろ向きに歩いて行って父の裸を覆った彼らは顔を背けて父の裸を見なかったノアが酔いから覚め末の息子が自分にしたことを知って言った呪われよカナン 兄弟たちのしもべらのしもべとなれまた言った「褒めたたえよせむ」さて全地は一つの言葉一つの話し言葉であったそのころ人々は東の方から移動してきてシヌアルの地に平地を見つけそこに定住した。 彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の。第十章。これはノアの息子セム・ハム・ヤペテの歴史である。大洪水の後に彼らに子供が生まれた。ヤペテの子孫はゴメル。 マゴグマダイヤワントバルメシェクティラスゴメルの子孫はアシュケナズリファテトガルマヤワンの子孫はエリシャタルシシュキティム人ドダニム人これらから海沿いの国々が分かれ出てその地方により 氏族ごとに、それぞれ国々の国語があった。ハムの子孫はクシュ、ミツライム、プテ、カナン。クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカ。ラマの子孫はシェバ、デダン。クシュはニムロデを生んだ。 ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師、ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国のはじめはバベル、エレク、アカデであって、皆、シヌアルの地にあった。 その地から彼は、アシュルに進出し、ニネベ、レホボテイル、ケラフ、およびニネベとケラフとの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。ミツライムはルデ人、アナミム人、レハビム人、ナフトヒム人、パテロス人、カスルヒム人、 これから、ペリシテ人が出た。カフトル人を生んだ。カナンは、チョウシ、シドン、ヘテ、エブス人、エモリ人、ギルガシ人、ヒビ人、アルキ人、シニ人、アルワデ人、セマリ人、ハマテ人を生んだ。その後、カナン人の諸子族が分かれ出た。 それで、カナン人の領土は、シドンからゲラルに向かって、ガザに至り、ソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムに向かって、レシャにまで及んだ。以上がその氏族、その国語ごとにその地方、その国により示したハムの子孫である。セムにも子が生まれた。セムは、 エベルのすべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であった。セムの子孫は、エラム、アシュル、アルパクシャで、ルデ、アラム。アラムの子孫は、ウツ、フル、ゲテル、マッシュ。アルパクシャでは、シェラフを生み、シェラフは、エベルを生んだ。 エベルには二人の男の子が生まれ一人の名はペレグであった彼の時代に血が分けられたからであるもう一人の兄弟の名はヨクタンであったヨクタンはアルモダデシェレフハツァルマベテエラフハドラムウザルディクラオバル アビマエルシェバオフィルハビラヨバブを生んだこれらは皆ヨクタンの子孫であった彼らの定住地はメシャからセファルに及ぶ東の高原地帯であった以上はそれぞれ士族国語地方国ごとに示したセムの子孫である 以上がその国々にいるノアの子孫の諸子族の家系である大洪水の後にこれらから諸国の民が地上に分かれ出たのであった第十一章さて全地は一つの言葉一つの話し言葉であったその頃人々は 東の方から移動してきてシヌアルの地に平地を見つけそこに定住した彼らは互いに言った「さあレンガを作ってよく焼こう」彼らは石の代わりにレンガを用い粘土の代わりに歴世を用いたそのうちに彼らは言うようになった「さあ 我々は町を建て頂が天に届く塔を建て名をあげよう我々が全地に散らされるといけないからその時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた主は仰せになった彼らが皆一つの民一つの言葉で このようなことをし始めたのなら今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りて行ってそこでの彼らの言葉を混乱させ彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の前面に散らされたので彼らはその町を建てるのをやめた。 それゆえ、その町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の前面に散らしたからである。これはセムの歴史である。セムは百歳の時、すなわち大洪水の二年後にアルパクシャでを生んだ。 セムはアルパクシャで産んで後、500年生き、息子、娘たちを産んだ。アルパクシャでは、35年生きて、シェラフを産んだ。アルパクシャでは、シェラフを産んで後、403年生き、息子、娘たちを産んだ。シェラフは30年生きて、エベルを産んだ。 シェラフは、エベルを産んでのち、403年生き、息子、娘たちを産んだ。エベルは34年生きて、ペレグを産んだ。エベルはペレグを産んでのち、430年生き、息子、娘たちを産んだ。ペレグは30年生きて、レウを産んだ。 ペレグはレウを産んでのち209年生き息子娘たちを産んだレウは32年生きてセルグを産んだレウはセルグを産んでのち207年生き息,息子娘たちを産んだセルグは30年生きてナホルを産んだセルグはナホルを産んでのち 百年生き息子、娘たちを産んだナホルは29九年生きてテラを産んだナホルはテラを産んでのち119年生き息子、娘たちを産んだテラは70年生きてアブラムとナホルとハランを産んだこれはテラの歴史である。 テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランはその父、テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。 ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。サライは不妊の女で子供がなかった。テラは、その息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと、息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くために、カルデア人のウルから一緒に出かけた。 しかし彼らは波乱まで来てそこに住み着いたテラの一生は二百五年であったテラは波乱で死んだ第十二章主はアブラム」に仰せられた「あなたはあなたの生まれ故郷 あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私は、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなる者としよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。 地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出たときは、七十五歳であった。アブラムは妻のサライと、老いのロトと、彼らが得たすべての財産と、 ハランで加えられた人々を伴いカナンの地に行こうとして出発したこうして彼らはカナンの地に入ったアブラムはその地を通って行きシェケムの場モレのカシの木のところまで来た当時その地にはカナン人がいたその頃主がアブラムに現れそして あなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられたアブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った西にはベテル東には愛があった彼は主のため そこに祭壇を築き主のミナによって祈ったそれからアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。